三好進六郎三好進六郎は、日本の造船学者であり、明治期の日本の造船技術確立と、技術教育に尽力した人物。江戸浦猿学長出身。大新院判事、長井岩野城の実定。神部大学校を主席で卒業後、投して、イギリスのグラスゴー・ロバート造船所とグラスゴー大学で、造船学、白用機関学を収めた。 1883年に帰国、工部省の雇用係となり、翌1884年には、工部大学校の助教授に就任。翌1886年に、工部大学校の教授として造船学を担当し、造船技術者の教育に当たった。造船関係者の啓蒙を図るべく、1885年に、木船と鉄船の比較論を学会で発表。 造船技術者の養成のため、1887年に公衆学校を設立し、初代校長に就任した。技術者の養成のみならず船舶設計にも優れた腕を振るっており、三好の設計による蒸気船は、日本固有の材料と先進国の技術の設置による優秀な船として模範になったと言われる。1893年には通信省の食卓となり、 1896年には日本初の造船規定を制定。1897年に造船協会を創立し、同会の副会長取理事を歴任。同年、教育と開示関係の評価により正三位、君三等に除され、1899年には工学博士の学位を授与された。1910年に講義中に脳出血で倒れ。 教授室で看護を受けたがそのまま死去。前年には卒業生たちにより、三好の在職25年を記念して、奨学資金を拠出されたばかりであり、資金の一部により、三好検証論文制度が発足された。近直、聖地、謙遜な人物とされ、その業績と人徳を称え、後に、東京大学工学部船舶試験水槽前に、共像が建てられている。ありがとうございます。